人がよし頑張ろうと、あこんな人たちもいるんだ、感動してくれるでしょ、うん、いい面が描けるのがスポーツだから。この街に暮らしてなければ。なんでスポーツかっていうと、人間の喜怒哀楽がスポーツってとても出やすい。人の努力、挫折、苦悩、再起、栄光、いろんなものがスポーツって分かりやすい形で出ますよね、うん、スポーツという一つの分野を自分の中では大きな柱としながら、それが描けたら多分応用でいろんな世界も描けると思うんです、うん、その大事な幹ですかね、スポーツは。自分が死ぬときに、何歳で死ぬかは知らないですけど、自分が死ぬときに、例えば物とかお金とかっていうのは溜め込んだってなくなるじゃないですか。でも自分が死ぬ瞬間に、ああお腹いっぱいよく生きたってすごく思いたいんですよね、うん、じゃあそれは何かっていうと、どれだけ多くの人に出会っていろんな話を聞いていろんなものを感じて、どれだけいろんな世界を見て何を感じれたか、その経験だけはもしかしたら、自分が死ぬ時にそのまま持っていけるんじゃないかってすごく思うんですよね。